はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあ今回で第4回目ですね。前回番外編もあったと思うんですけど、はい、今回はね、前回チラチラ見えていた技も使っていきたいと思いますんで、はい。そして能力の方、こんな感じとなっています。前回終了後にですね、C ランクの大会をですね、もう一度やり直して、はい、竜巻山を使い込んで優勝しました。で、大会後に前回に引き続いて重トレの変動床と軽トレは強制清けで、はい、回避重心をトレーニングしてあげていってですね、でもうある程度能力上がってきたところで、はい、火山に修行に出して、今回の新技を覚えました。そしてですね、帰ってきた後はもう普通にプールとか瞑想やってたかな、重トレは。うん、軽トレの方は走り込みとか、まあその他もろもろ調整しながらっていう感じでトレーニングしました。で今回ですね、2歳5ヶ月もう4段階目入ってるんで、結構勝負の時期に入ってきてます。で今回覚えた新技、これですね、ランブ。消費発電圏50っていう、ダメージ C、 命中率 C、 ガッツダウン C でクリティカル率は A。 んー、そんなに強くないかな確かにクリティカル出たらそこそこいい技だとは思うんですけど、消費ガッツは50は重いですよね。まあそんな感じで今回はこのランブ使っていきたいなと思います。いや楽しみだな。 B ランク勝てるかな。今回はですね、使い込み対象なんで、ランブ使ガンガン使っていきたいんですけど、どうかな。うん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 、あ、いいんじゃないか。誰がいないのかわからないんだけどまずはグルシャイン。あー結構強いな、能力負けてないランブ50確実に当てたよな。ブリザード、よし、これ避けたのでかいよ。雷撃90ぐらいまで貯めたい。そこそこ貯めていかないとそんな威力も出ないと思うんだよな。おおおすごい、ラッシュラッシュラッシュ。あ、そういう技なんだ、初めて見た。お、なんかやたら当たるけどやはりクリティカル出ますね。てかクリティカル出なかったら全然威力なくない仕方ないか。さあもう一度貯めよう。雷撃、くそー、ガッツダウンだからな、ここら辺がいいか。難しいんだよ、超雷撃はまずいよ。もう一丁、よし今回運いいな。よし、ガッツダウンは20くらいか。まずまずですね。さあピラト結構使えそうな、使い込みができそうな面々ですよ。おー、リケール、不動のリケール、イプシロン、サンディラサイプシロン。お、今のところ綺麗。え、危険？え、マジこの能力で危険されるの？うわ、絶対嫌がらせだよなあいつ。ピラト一番使い込みそうだったのに、あいつだって安心して戦えるからな。しゃあないか。よし、デューレスで頑張ろう。デューレスはすぐ当たりそうだな。3発ぐらい。クリティカル出なければ4発いけるかも。こっちのガッツ回復の問題もあるから。あ、これ全然大丈夫だ。じゃあ待つか。ガッツ貯めて。ガッツ貯めてかわして、もうちょっとガッツ貯めても大丈夫なのかな、まあ、ガッツダウンも、うわー75が、うわー叫ばれた、まずいな、ちょっとガッツ貯めないと。ガッツ回復はこっちが圧倒的ですね。よし、あと2発撃てんのかな、多分いけるな。手当たり80で、よし、いいよよし、あと1回打てるかな。 OK KO はちょっと無理か、大丈夫ですね。結構いい感じで戦えてますね、 B ランク。これだったら優勝できるかな。
あいつも回避してきたし危険か。あと怖いのはやっぱリッキエル、イプシロンくらいかな。サンジュラスはどうだろう。大丈夫だと思うんだけど。おー、リッキエルが白標の負け負けたのか今の。ピラト戦ってくれよ。さあサンジュラス、賢さ技を気をつけていきたい。耐久性はあんまりないから速攻打っていっていいかな。よし、なんか当たるな今回50% そこそこでよく当たる。威力出ないなやっぱり。まあ前回より力がちょっと落ちてしまってるというのもあると思うんですけど。さあ我慢。ピンカッター、まずいかも。あー大丈夫か、力技はそんなに気にしなくて大丈夫だな。ここは狂気アタックに変えとこう。火の壁、よしかわす。またないか、今の当たったら安心なんだけどな。ここら辺でちょっと、よし90かな。狂気投げ当てとくと大きいかも。あ、まずい。よし、あと貯めてどうにかなるかな。やった賭けだったんですけどうまくいきましたね。よしよし、いい感じいい感じ。多分いっぱいしても大丈夫だろう。さあイプシロンは強いグールシャインも負けといてほしいんだけど、あんまり戦いたい相手ではない、このイプシロン戦大事ですね。あ、似たような能力だなちょうど今 B ランクぐらいの能力か。わ、でかロケット、よし、ちょっとガッツは貯めていっていい感じだな。多分 KO 無理。うん、ありがとう。ヨーヨー当たるとまずい。よし、狂気90枚貯めるか。一発外れたか、もう本当に KO はないだろう。うん、仕方ない。よしよし、来た、いいよ。んー、ダメージが出ないな、もうもうちょっと出ていいんだけど。ローキック我慢。なんだまずい、よくやった。打ちたい打ちたいよ。よし勝ったな。あと一発打てるか。打てないか、もったいな。あ、でもこれで優勝濃厚かな。打てて4発だが、結構このランボを使い込むのは難しいですね。まあこいつのガッツ回復の速さはめちゃくちゃありがたいんですけど。さあグールシャインどうなるか。もう負けましたね。ってことは次勝ったら優勝かな。いや今回運いいな、かなり当たってくれてる。さあこいつ力技ばっかか。聖剣強いな。うわ聖剣強い。ドラゴンパンチあたりはあまりコスパないからいいんだけど。うん、ちょっと狂気投げるか。ダメかよし、どれぐらいだ。クリティカルないんだよな、クリティカルないと威力は出ない。打てるときに言っとくか、計算もしづらいかな。よし、バックダックル。さああと一発は打てるんだけど、相手の攻撃が外れるかどうかで。おー、ワンツー外れた。打ちたい、これは狂気投げに変えた方がいいかな。いや打っていこう。あーまずいな、まずい。よし逆転、あぶね。
なんとか勝てましたね。ただもう一発したかったな。チラベールはもう全然大丈夫でしょう。ガッツ弾技だけ気をつけて。ピラトンも勝ったが、ピラトンがなんでなんで棄権したんだろうこいつ。そこまで強くないけどな。思い当たるところがあったんだろうな。さあチラベール弱いな弱いな。打っていくか。くそ 66%。 まあこいつは負けることないだろさすがに。溜めていって、うーん、打っとくか。ちょっと強気アタック遅いな。あまりガッツダウン技を食らうと3発しか打てないかも。まあ一つの目安としては80かな。さあ次打とう。よし、当たった、当たった。これで勝てるかな。おお、クリティカルも出た。種がよしまたクリティカル。ガッツはたまらんかな。ペチペチ微妙なところ。よし、さすがのガッツ回復4回使いましたね。おお、なんとか B ランクも全勝できたか。これはちょっと意外だった。ピラト、クソピラト負けろよこいつ許さんからな。2位はピラトなのかな。あ、いろいろいるのか。3体ぐらいいるな。よーし、 B ランクも優勝。いいよいいよ。本当に最初のことを考えたら、最初の頃は弱すぎたからなこいつ。いや、強くなってますね確実に。60。さて乗るか。そろそろ結構上がるかな。あ、まずまず力が上がるのが嬉しいな。何、カミソリの歯危ないなこいつは。何に使うんだよ怖いな。はい、ということで今回は B ランク戦ってみました。いや、まずまずの戦いができたかなと。楽勝って感じではなかったんですけど、なんか内容の濃い戦いで、うん、全勝できましたね。で、新技の方、このランブ、正直ね、まあ戦前というか戦う前に言った通り、やはり消費ガッツ50にしてはいまいちだったかな。まあ確かに威力というか力はないんですけど、うん、こっちの方がやっぱり威力出るんでね、半分の消費ガッツで。でクリティカルもね、多分3回に1回か4回に1回ぐらいしか出ないんで、うん、これはちょっと今後に期待かな今後のこれの上位技に期待かなって感じで、はい、そんな感じでしたね。はい、そしてこいつの育成方針としては、まあ、とにかくピークに来たら力を上げたいんで、今のところはそれ以外の能力を上げていくって感じかなですね、やっぱり。とにかくピークで力をガンガン上げたいっていう思いがあるんで、はい、そんな感じで育てていくと思います。はい、それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気に繋がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ハポロンでした。